はい、こんにちは。今回ご紹介するのはこちらです。アンリンクさんからの提供品、スリープマスクと書いてあります。何でしょうか。開封してみたいと思います。開封しました。こちらですね、今回ご紹介するのはアンリンクさんのアイマスクです。アイマスク立体型睡眠マスク、快眠、睡眠、安眠、遮光軽量、目に圧迫感なし、交通規制形状記憶、耳栓と収納袋付きというね商品です。こちらこんな紙が入っております。こちらがね収納袋と呼ばれる、まあすごい簡易的な袋ですね。そして耳栓が入っておりますので、グッズとしては安眠グッズのセットかなと思います。耳からの音も遮断して、そして目からの光も遮断するというコンセプトです。まず耳栓見ていきましょう。このようにですね、圧迫して耳に入れてですね、で入れるとじわじわと広がっていくタイプの耳栓です。そんなにですね低反発度合いは少ないかなという感じですね。よくあるのは結構ギューってやるとなかなか戻らないのもありますけれども、これはちょっと戻りが早い感じはします。今耳に入れてみましたが、こちらねちょっと遮音度合いは結構低かったです。あと低反発度合いがね中途半端にあまりないので、耳からちょっと外れやすい感じがしました。ではこちらメインのねアイマスク見てみましょう。このような感じ。これねシルクでできているそうです。このように触り心地非常にいいですね。で立体と書いてあるようにこんな感じで立体的にできております。こちらねすごいソフトな感じのスポンジが入ってるかな、中にこんな感じ。そして端っこはこんなような処理で止められています。ここが外れるとちょっと大変なことになりそうですけれども、でそして端っこ、ここはですねこのようにしっかりと縫ってあってですね、ゴムです。ゴムで頭にはめる形となります。結構強力なマジックテープで長さ調整はできますので、頭のサイズに合わせてフィット感変えれると思います。非常に軽量ですね。とても軽いですので持ち運びには非常にいいかと思います。ではちょっとつけてみてね、仮眠したいと思います。ちょっとねこれつけて少し寝てみましたが、非常にいいですね。光漏れるかなと思ったんですけれども、このポイントはね鼻のところまでしっかりとちょっとずらしてかけると完全どこ見ても光が入ってこない状態にすることができました。そしてこの調節もですね、最初の状態でちょっと気づいたなと思ったんですけれども、非常に緩めることができますので、軽く添える感じからちょっとしっかりとした、ね、装着感まで、様々な締め具合が調整できるのでおすすめかと思います。あとは耐久性なんですけれども、ちょっと非常に薄くて軽いので、この辺のほつれとか気になるところですけれども、今ですねこちら Amazon で1280円かな、となっております。他のねめちゃめちゃ安いアイマスクもあるんですけれども、まあ、それと比べると少し値段は高いかなという感じもしますが、もっと高い1500円台のもありますので、まあ妥当なとこかなと思います。ということで、すごいね外の光がずっと明るいような場所で寝たいとかですね、飛行機とか電車、まあ電車はちょっときついかな、まあ他の人の目に触れない、できるだけ触れにくいところで寝るにはいいかと思います。あと朝のね光がどうしても家に入っちゃうとかですね、遮光カーテン、ちょっと準備するのはなあっていうような方、おすすめしたいと思います。やはりですねちょっとこちらの耳栓が出来が微妙かなと思いましたので、まあ100均レベルかなという感じはしますが、こちらのアイマスクは立体的にできて装着感も良かったと思います。ということで今回ですね、アンリンクさんから提供品、アンリンクの立体型アイマスクをご紹介いたしました。今回も見てくださりどうもありがとうございます。